日産、フェアレディ Z、日産フェアレディ Z Z、フェアレディ ZZ33 フェアレディ ZZ33 は2002年から2008年まで日産自動車が製造していたファストバック型スポーツカー及びオープンカーである。発売から2004年1月までは日産自動車追浜工場で生産されていたが2004年1月からは生産効率改善のため同社栃木工場に移管され、 フルモデルチェンジ後もここで生産されている。2000年11月に先代である Z32 型フェアレディ Z の生産が終了され、その後、約2年間の空白の後、2002年7月にフェアレディ Z としては5代目となる Z33 型フェアレディ Z が発売された。その約1年後の2003年10月にはオープンモデルのロードスターが追加された。 先代 Z32 型まで用意されていた4人乗りの日本仕様は廃止された。なお、北米向け等の輸出仕様には簡易的に下鉱石を似座設けられ4人乗り仕様も存在する。発表時には Z は毎年進化すると宣言され、その宣言通り2008年に Z34 型にフルモデルチェンジされるまでに、 計4回のエンジンスペックの向上が行われた。排気量が3.5リットルであるため、日本国外においては 350Z の名称で販売されていた。日本国内では2008年12月にクーペが Z34 型にモデルチェンジするのと同時に、2009年10月の Z34 型ロードスターの発売までロードスターの販売は一時中止されていたが。 北米市場など一部市場においては、Z34 型クーペ発売から、Z34 型ロードスター発売まで、Z34 型クーペと、本モデルのロードスターが併売されていた。Z32 型発売から数年後には次期型、フェアレディ Z の開発が始まっていたが、バブル景気の崩壊により開発は一時中断された。しかし、当時日産の開発部門で、 スカイライン GT-R の開発を担当していた水野和都氏が部下の高橋浩二と二人で秘密裏に開発を継続。カルロス・ゴーン就任後の2000年には正式に開発が再開され、2000年の Z32 型生産終了から2年間のブランクを経て2002年に発売された。なお、開発初期には4気筒エンジンを搭載する計画もあった。 1997年に、水野らのチームが、240SX のシャシーを、ベースに4気筒のカ24電を搭載した、ミドルスポーツと呼ばれる試作車を製作し、Z の父こと、片山豊が、テストコースで試乗し高か評価を残したというエピソードも、ある。しかし、北米の販売代理店からは、Z にはやはり6気筒エンジンが、 必要との要望が強く、最終的には、Z32 型から 500cc 排気量を増加した、V6 エンジンが搭載された。240Z コンセプト1999年の、北米国際オートショーには2 4リットル4気筒 DOHC エンジンを搭載する、240Z コンセプトが出展された。 プラットフォームは 240SX のものを利用し、日産デザインアメリカのエイジ・パンチャールによりデザインされた。また、2.4リットルエンジンには5速 MT が組み合わせられ、実装可能であった。なお、このコンセプトカーは、日産デザインアメリカが、全米の Z オーナーズクラブからの強力なバックアップのもとで独自に開発したものである。プラットフォーム、サスペンション。 エンジンなどをスカイラインと共有しており、安価な価格設定を可能とした。一方で、シャシー合成確保のためにコストを度外視し,した部分もあり、フロント部分の通称、エーバーをスポット溶接ではなくアーク溶接で製作しているのは、その一例である。2003年10月にオープンモデルのロードスターが追加されたが、ロードスターには電動ソフトトップが採用され、 開閉時間は約20秒となる。エンジンルームエンジンについては当初、V 型6気筒3.5リットルの VQ35、出型エンジンを搭載しており、初期モデルの最高出力は 280PS であったが、2005年9月のマイナーチェンジ時には、MT 車の未最高出力が 294PS まで向上され、一方で最大トルクは低下した。 また MT 社のエンジン改良では、エンジンの最高回転数が、それまでの 6600rpm から 7000rpm まで引き上げられた。2007年1月の一部改良時には、モデルチェンジして、V36 型となった、スカイラインセダンより搭載される VQ35、HR 型エンジンに変更され、最高出力が 313PS まで向上。 最大トルクも MT 車費で増加、AT 車費で減少して 36.5kgfm となった。また、エンジン最高回転数は 7500pm となった。トランスミッションには、ジアトコ精鋭、JR507E 型マニュアルモード付きフルレンジ、電子制御5速 AT と、愛知機械工業製の FS6R31 型6速 MT が用意される。 2004年9月の一部改良時には AT に日産として初めてシンクロレブコントロール機構が追加されている。V35 型スカイラインセダンに採用される FM プラットフォームをベースとしており、前後重量配分は53、47とした。ボディ剛性確保のため、トランクルームにはフェアレディ Z のロゴマークのついたフレームが取り付けられたが、 これにより、トランクルームの使い勝手に問題を残すこととなった。サスペンションについては、前後ともにマルチリンク式サスペンションが採用されたが、2005年9月のマイナーチェンジ時には、ショックアブソーバーに新たにフーガより採用されている、デュアルフローパスショックアブソーバーが採用された。タイヤについては、当初標準車には、ブリジストン製のポテンザ RE040 タイヤが、 装着されていたが、2007年1月の一部、改良時に、ドーポテンザ RE050A タイヤに、銘柄が変更された。従来のフェアレディ Z は、2シーターと、ロングホイールベースで4座の2倍2のバリエーションがあったが、本型から2シーターに一本化された。もともと、4座が、ラインナップに加えられたのは、北米市場の要望であるが、新たに北米向けに輸出が始まった。 スカイライン2ドアクーペが4座を求めるユーザーに対応することになった。また、ホイールベースが 2650mm なのもコスト削減のために V35 型スカイラインの燃料タンクでできる最短のホイールベースが 2650mm だったため、前期型バージョン S、バージョン ST 空力性能は発売当時、クラストップを誇り、CD 値は0.30で、 フロントゼロリフトを達成、前後スポイラー装着車は CD 値が0.29でフロントリアゼロリフトを達成した。またロードスターについてもフロントウィンドウからトランクリッドまでの形状を最適化し風の巻き込みを防いだ。フェアレディ Z の社名書帯のうちフェアレディの部分は日産自動車の統一社名書帯の NE-01 を車体にして使用しており、 Z エンブレムは専用のデザインが取られている。そしてこの Z エンブレムは、ルノー、日産アライアンス後の車種としては後に発売される GT-R を除いて唯一、ハンドルに日産エンブレムの代わりに装着されている。エクステリアデザインについては、2005年9月のマイナーチェンジ時にフロントバンパー及び前後ランプ、18インチアルミロードホイールのデザインが変更されており、 テールランプについては LED 化された。さらに2007年1月の一部改良時にはエンジン変更によりエンジンブロック前行が高くなったためボンネットフードに初代 S30 型を彷彿とさせるバルジが設けられた。前期型ロードスター、ロードスターバージョン T グレードはベースグレードのほか、ラグジュアリーグレードのバージョン T、スポーツグレードのバージョン S。 最上級グレードのバージョン ST が用意される。バージョン T には本革シートなどが標準装備され、バージョン S にはブレンボ製のベンチレーテッドディスクブレーキおよびオンリン、アルミキャリパー対抗ピストンブレーキや VDC などが装備される。また、最上級グレードのバージョン ST は両グレードの装備が両立される。発売当初、バージョン S よび バージョン ST は6速 MT のみ、バージョン T は5速 AT のみの設定となっていたが、2003年10月の一部、改良時に最上級グレードのバージョン ST にも5速 AT 車が追加された。また、前期型では、ベースグレードとバージョン T には17インチホイールが、他のグレードには18インチホイールが装着されたが、2005年9月のマイナーチェンジ以降は、 全車18インチホイールが装着された。Z32 までの T バールーフ仕様を廃止し、その代替として、Z32 で併売されていたコンバーチブルを仕様変更して登場させた。2005年9月のマイナーチェンジまでは、ベースグレードとバージョン T のみが用意され、両グレードとも5速 AT と6速 MT の両方が用意される。 2005年9月のマイナーチェンジ時には新たに最上級グレードのバージョン ST が追加され、ベースグレードは6速 MT のみ、バージョン T は5速 AT のみの採用となった。なお、発売当初は全車に17インチホイールが装着されていたが、2005年9月の MC5 のモデルは全車18インチホイールが装着されている。 タイプ E2004 年1月26日に発売。同年2月29日までの期間限定車、全日本 GT 選手権、GT500 クラスに出すための事実上の、ホモロゲーションモデルとして、バージョン S をベースにロングノーズバンパー、ロングテールバンパー、サイドフィニッシャーを装着し、加えて、オーディオレストしている。イブスアニバーサリー2005年1月13日に、 発売。同年5月末受注分までの期間限定車初代フェアレディ Z の登場から35周年を記念したモデル。クーペバージョン ST の6速 MT 車をベースに、後の9月8日に発売されるマイナーチェンジモデルに採用されることとなる新デザインの18インチアルミホイールが採用され、加えてエンジンに 専用のチューニングが施され、エンジンの最高回転数が 6600rpm から 7000rpm まで 400rpm 増加された。なお、このエンジンは最大トルクが後の MC モデル車と同じ 35.7kg フォース M まで低下しており、MC モデルのエンジンのベースとなっている。 バージョン ST タイプ G2006 年1月12日にオーテックジャパンより発売。同年5月31日受注分までの期間限定車。クーペ、バージョン ST をベースにフロント18インチ、リア19インチのレーズ製単造アルミホイール及びブリジストン製ポテンザー RE050 タイヤを装着した。加えて前後フェンダーモールを装着したことにより、 全幅が 25mm 増加している。タイプ F2008 年1月10日に、オーテックジャパンより発売。ベース車は、ベースグレードの、フェアレディ Z。専用赤色の本革シートが採用され、タイプ G と同デザインのレーズ製、フロント18インチ、リア19インチホイールが装着されたほか、VDC や前後フェンダーモールなども装備された。なお、 モデル名の F は、魅了する、虜にするを意味する、ファシネートの頭文字を取っている。s チューン g t GT s チューン GT2004 年1月26日に、期間限定車、タイプ e と同時に、ニスモより発売。ベースグレードは、タイプ e 同様、バージョン S。エンジンにはチューニングが施された、S1 仕様の VQ35 で型エンジンが、搭載され。 最高出力は 221kW まで向上し、600回転後回転化された。同時に発売された、タイプ E 同様、大型前後バンパーやスカートが装着されている。また、専用の S、チューンサスペンションや、フロント大型ベンチレーテッドディスクブレーキ、専用19インチ中造アルミホイール、大型リアスポイラーなども装着され、車種にもチューニングが施されている。 なお、2004年中に納車された車両には、ニスモの20周年を記念した、20周年、ロゴエンブレムが装着された。バージョンニスモバージョンニスモ、ニスモ 350Z2007 年1月11日の一部改良と、同時にニスモ及び、オーテックジャパンより発売。ニスモとオーテックの共同開発者で、ヤマハ発動規制。 パフォーマンスダンパーを採用することで、車体合成の最適化のみならず適切な減衰要素を部分的に付加することにより、車体性能を大幅に向上させた。ホイールには先に発売された、期間限定車、バージョン ST タイプ G トルイジデザインのレーズ製、フロント18インチ、リア19インチホイールを装着し、タイヤには、ブリジストン製、 ポテンザ RE-01R タイヤが装着された。エクステリアデザインでは専用のフロントバンパー、サイドシルプロテクター、リアバンパー、リアスポイラーなどが装着され、効果的なダウンフォースを獲得している。なお、このモデルは先に発売された、コンプリートカー、S チューン GT とは異なり、日本国内の全日産ディーラーでの購入が可能であったほか、 2007年7月には、北米市場にも、ニスモ 350Z として輸出された。なお、ニスモ 350Z のホイールについては専用色に変更されたほか、このモデルは、北米向けとしては、初のコンバージョンカーとなった。バージョンニスモタイプ 380RS、C バージョンニスモタイプ 380RS、コンペティション2007年1月11日に、 バージョンニスモと同時に発売。略称は 380RSC。レースエントラント向けの車両として開発されており、実質的にはスーパータイ ST1 クラス参戦のためのホモロゲーションモデルである。車両価格は2625万円となる。エンジンや空力性能の向上、軽量化が図られた。なお、このモデルに搭載されるエンジンは、 ストロークが 7mm 延長され、排気量が3.8リットルまで引き上げられており、6速クロスレシオトランスミッションが組み合わせられる。また、専用サスペンションやブレンド製、ブレーキキャリパーローターなども装備される。2008年3月27日には、リアウィング、ロールケージュの形状が変更され、加えて、車体合成、 空力性能の向上も図られ、2008年モデルへの移行が行われた。VQ35HR3.8 リットル回仕用バージョン、ニスモタイプ 380RS2007 年6月21日に、ニスモより発売。レース向けモデルの、バージョンニスモタイプ 380RS コンペティションの行動仕様で300台限定となり、 2008年6月30日に受注が終了された。エンジンには 380RSC に搭載された3.8リットル回仕様の VQ35HR 型エンジンを行動向けにデチューンし、最高出力を 350PS としたものが搭載される。なお、エクステリア、インテリアのデザインは先に発売されたバージョン2スモと共通となるが、 リアには専用の RS エンブレムが装着される。GT500 使用2005年、モデルエンジンルーム発売から1年後の2003年には、シルビアに代わり、全日本 GT 選手権、GT300 クラスに出場し、初優勝を果たした。翌、2004年には、スカイライン GT-R に代わり、新たに、V63 リットルツインターボの V930。 デッド型エンジンを搭載した車両が GT500 クラスにも参戦。再びシーズン優勝を果たした。2005年以降、全日本 GT 選手権はスーパー GT に名称が変更され、2007年からは V84.5 リットル VK45 デガタエンジンを搭載して参戦。2005年にチームタイトルを獲得した。なお、 GT500 クラスについては2008年から GT-R が参戦しているため Z33 は2007年を最後に撤退した GT300 クラスについては2010年まで Z33 での参戦が行われ2007年にタイピ化された後2008年にはモーラが ドライバーズチームタイトルの2冠を達成。またラストイヤーの2010年にもハセミモータースポーツが同じく両タイトルを獲得した。2003年からスーパータイの ST3 クラスに参戦し、2004年2005年2007年に ST3 クラスのシリーズチャンピオンを獲得。2005年からは特任車両を用いて ST1 クラスにも参戦し、 前述の通りエンジン排気量を拡大した、ホモロゲーションモデルを投入するなどの動きが功を奏し、2007年には ST1 クラスのシリーズチャンピオンを獲得した。2003年から2005年、全日本ラリー選手権二輪駆動部門に参戦。ドライバーは、三好秀正。小ドライバーは、市野市。2003年6月、第81回バイクスピーク。 インターナショナルヒルクライムオープンクラスに、チームコムセントより参戦。エンジンを RB26 デッドに乾燥し安ていさ TS も搭載したマシンを小林かつ、オスが操り、クラス4台中3位、総合57台中32ハイパフォーマンスショールームストッククラス仕様を、長島正雄が操り、クラス4位、総合37位。2004年から、 D1 グランプリの参戦車両として使用されている。2007年シリーズでは今村洋一がポイントランキングで6位となった。ありがとうございます。